島の方がいいと思ったけど、場的にはちょっとあんまり選ぶ要素なかったですもんね、まず。そうですね、ヤンパーマンはまあ見えてたけど、うまくいったね。さあ、エータク1回戦もオーラスとなりました。角谷かドラドラ、親は角谷、ドラドラはパーマンです。何回ないんだよ、何回ドラドラでも5万点差があるから仕掛けたけど、角谷 E1 から仕掛けてきました。ちょっとオーラスだから多少地も緩くなるっていうのも込みかな。うん、でも牧師っぽいなこれE1 ポン入ってるしな絶対地は打ちませんみたいな。打ちかもちょっとこれは苦しい形か。角谷はマンズの本質に向かいます。そして現在5万点を超えているトップの佐々木。いやー、この2局で一気に点数を伸ばした佐々木聡です。なんかドトンバのなね、あの手をこまねいている雰囲気からしたらちょっと想像ができないちぎりっぷりですけど ね、これが絶対王者の力なんでしょうか。まあでも関連層でリーチいったりね、あの関三品ももうのためでいってますもんね。これは迷いがない、本当。こうモンド杯、前回のモンド杯はもう本当に佐々木聡としても不完全燃焼だというの話をしていまして、あのいつもよりも攻め寄りに行ったんですけど、きっかけがつかめないまま終わってしまったと。空回りってね感じですよね。うん、おさあ、ペイがあんこになった入れ、ピンズの本位置の切り替えもあるんですよね、まだ。うん、さあ何が重なって俺は手が進んできました。もう一枚引くかもしれないから。いや、これやっぱドラ打つと、うん、もう難流が相当泣きづらくなっちゃうんで、うん、目立たないようにってことじゃないですかね。なるほど。4枚目のペイは入れです。大体偽物と思ってほしければ強い牌は場に打たない方がいいですもんね。うん、あ、ここでドラを切っていった。それとそのリスクとの兼ね合いみたいな。うん、近川です。おお、うわー、これであんこになって天杯です。最終です、3品すごい。リャンワン、オヤマン天杯が入っています。いや、これ必殺とどうです、リャンマン結構今のタイミングだと、あの角谷さんだから打つみたいなとこありますよね。常識的にこの川見たらもう 100% 天杯で、このウワン R01 です。今この筋だけピッと通して、うん、でパーマン安全牌だし、うーん、なるほど。じゃあ打たないか、どうかな。ドラが余ってるからどうでしょう。さあ、これはただウーアン佐々木久人からは出ない形にはなっているわけですよね、現状。まあウーアンはともかくリャンマンがどうなるかですよね。角谷、オヤマンの天杯が入っています。まあ、全員降りられても自力でも五山ですね、まだ。あ、山にはまだまだ残っているさあ、佐々木もいいシャンテン。サブロッキュースを、悪くなさそうですけどね。場にはたくさん出てるんですけど、この老僧が下手すると捕まっちゃう。つもぎり、ローアンつもぎり、角谷天杯が入った。サブ老僧、あら、内川の老僧が危ない。うん、危ないっていうか、リャウマ掴んじゃうかもしれないってことですよね。そうですね。これはもう佐々木は
ウーアンはともかくリャンワンはもう止まらないですよね。と思う。止まってもおかしくないですけど、ステハイ的にはですね、うん、まあなんかタイプ的には止まらないんじゃないかなと。みんなの目に見えてるの最後の3品なんですね。あー、このリャンワンだ。角谷の大山炸裂、トップ目の佐々木久人から1万2000です。ちょうど同点。同点、はい、あこれって同点のままおらしとがみんなやりやすい。入れも内川も。ああ、なるほど。